7月22日にマツダスタジアムで行われたカープの公式戦で小学生を対象にした観戦ツアーが開かれました。これは J スポーツの応援企画キッズプログラムとして行われたもので、中国新聞グループのケーブルテレビチュピコムの加入者から抽選で選ばれた親子12組40人が招待されました。試合前にはスタジアムのさまざまな場所を見て回る見学ツアーが行われ、小学生19人がロッカールームやベンチなど普段は立ち入ることのできない場所を見て回りました。他にどんどん浮かれるしね。ベンチの見学中には声をかけてくれた選手と間近に触れ合うこともできました。1階のスポーツバーには最多勝やホームラン王、盗塁王などタイトルを獲得した名選手の写真が飾ってあり、カープの輝かしい歴史を知ることができました。いろいろなところが見れてとても楽しかったです。じゃんけんで負けたけど、握手してもらえたのは良かったです。知らなかったことがたくさん知れたので良かったと思います。試合開始直前のセレモニーでは、参加者の西川朝陽君と小林流星君が選手に花束を贈呈しました。嬉しかった。頑張ってねって言ってもらいました。いろいろ考えてきたんですけど、緊張した上ですでにモニターに名前とアナウンスで自分の名前が出て、結局頑張ってくださいしか言いませんでした。試合の合間には5回終了後に行われるおなじみのパフォーマンス CC ダンスをグラウンドで踊りました。練習した成果があって、みんなにカープファンの皆さんにも、喜んでもらったので良かったなと思いました。マツダスタジアムは、中は広くて、楽しいところだったです。今年は1位になってほしいです。7月23日、南区の青崎公民館で電波適正利用推進委員による親子ふれあい電波教室が開催されました。電波適正利用推進委員とは、総合通信局長からの委託を受けて電波利用環境保護についての周知啓発活動を行っている民間のボランティアです。教室にはおよそ20組の親子が参加しました。子どもたちに電波に親しんでもらう、あらゆるものに使われているんですが、無限じゃないよと、有限ですよというのをしていただく。で、非常に大切に使っていただく、理解いただきながら使っていただくというのが目的の一つになります。まずはさまざまな場所で電波が使われていることを知ってもらおうと、地球科学や生物学などに使うデータ観測を行っている南極昭和基地について紹介がありました。話をしたのは、南極昭和基地でおよそ2年間無線設備の整備や通信業務を務めた森明人さんです。飛行機や他の基地との通信など南極での仕事や生活などについて紹介し、電波と南極の関わりについて話をしました。
目に入った電波について学んだ後はラジオを作りました。ハンダゴテを使ってラジオキットの部品を組み立てていきます子どもたちのほとんどがハンダゴテを使うのは初めてでしたが、保護者と協力しながら丁寧に作業を進めていました。およそ1時間後、手作りのラジオが完成しました。できました。あ、ほんまじゃん。聞こえとる聞こえとる。よかったね。なんかテレビみたいな音がする。音が聞こえた時はどうでしたか？嬉しかったです。初めてのハンダ作業も楽しくできました。聞こえる。なんて言うの？聞こえる。ラジオが出来上がって嬉しいです。音が聞こえた時はいや、なんかやったって感じでした子供以上に。参加者は電波の話やラジオ作りを通してあらゆる生活に役立っている電波について理解を深めた一日となりました。日本三大船神事の一つ、厳島神社の還元祭が7月20日、沖合の大野瀬戸で行われました。厳島神社が12月に世界遺産登録20年を迎えるのを前に、宮島の夏の風物詩を観光客らおよそ1万2000人が楽しみました。還元祭は船を使った厳島神社最大の神事で、平安時代に平の清盛が都から移したとされ、毎年旧暦の6月17日に行われます。祭りは神社本殿の厳かな神事から始まりました。ご神体を神輿に乗せ、大鳥居をくぐり、御座船に移します。御座船は江場漕ぎ伝馬保存会と阿賀漁協の漕ぎ船3隻に引かれ、対岸のおよそ6キロ先の地御前神社を往復します。祭りが始まった当初は御座船は自力で漕いで海を渡っていましたが、江戸時代に台風にあって転覆しかけた時、たまたま近くにいた江場村の天馬船と阿賀村のタイヤミ船に助けられたことから、以後江場と阿賀の船が御座船を引く役を担うようになったということです。御座船は深夜に厳島神社へ戻り、東回廊前で回転するクライマックスを迎え、真夏の瀬戸の海を舞台に繰り広げられた勇壮な平安絵巻は幕を閉じました。